すごい大変な。これを岡山弁で言ってみんせ。ボッケーの。おお、いやーできたの。完璧じゃ。おめえもやるようになったの。ありがとうございます。でも、そういや師匠は岡山弁以外にこの道場で何を教えられようんです？はあ？すいません。わしゃ、竹の内流を教えとるんじゃ。竹の内流って、そりゃあ、なんで？ええか、竹の内流はの、今から480年ほど前の戦国時代に生まれた古武道なんじゃ。剣術とか柔術、棒術なんかあるんだけど、特に柔術が有名なんじゃ。柔術の源流とか柔道の源流と呼ばれとっての。柔術には三つの類型があっての。一つは腰の周り拘束、二つ目は派手、三つ目は豊穣なんじゃ。腰の周り拘束いうのはな、長い刀使うんじゃねえて、短い刀使うて相手と空中するんじゃ。派手いうのはな、素手で組み打ちをするんじゃ。短い刀ももういらんのんじゃ。形が今の柔道に変わっていくんじゃ。補助いうな、相手を生け捕りにする技じゃ。竹の内流の流祖、竹の内久森はの、鎧兜を着て合戦をしとった時代に、かずらで鎧武者を絡め取る技編み出したんじゃ。生首を取るんじゃのうて、生け捕りにするた、すげえじゃろ。二代目の竹之内久勝はの、京の都で後水の天皇に竹之内流を見てもろうての、その時んでえで褒められたんじゃと。せいで関白近衛殿下からはの、冠の紐紫色をしとったんじゃけど、それを褒美もろうたんじゃと。そしたらの、普通じゃったら大名なんか縛ったりせんのんじゃけど、この紫の紐じゃったら大名なんか偉い人縛ってもええんじゃいう許しもろうたそうなんじゃ。三代目の竹之内久義はの、小柄じゃったんじゃ。津山城の森公の前で御前試合を高木馬之助とやったんじゃけど、これが大男での後ろから羽交い締めにされたんじゃけど、投げ飛ばしてせいで縄かけたんじゃけどな、怪力でビシビシビシと名を引きちぎってしまわれたんじゃ。ディレクチャー、それで二軒目も投げ飛ばして縄で縛り上げたんじゃけど、おえなんだ。それで三回目にゃ紅の縄で縛ったらの、降参して弟子してくれと頼んだそうなんじゃ。せいで弟子にしちゃったんじゃ。
せいで馬之助はの後に高木流いう武術編み出したんじゃ。ああ、足を言うにしてじっくり聞かれ。いえ、師匠の話はとっても面白いから大丈夫です。おお、そうかそうか、嬉しいことを言ってくれるの。それからの、引き続き竹之内流について後編を見てつかわさい。